はい、アジアンカンフーフットボールです。今週は日本サッカー史に残る天才磯貝博満の特集です。あまたの伝説によりどこか美化されすぎてる傾向はあるにせよ、とてつもない可能性を感じさせてくれた磯貝。神は細部に宿ると言わんばかりな繊細なボールタッチは、異様な熱気に包まれた J リーグ元年においてもひときわ異彩を放っていました。今週はそんな磯貝の伝説を数々の証言を交えながら追いかけます。チェックアウト。磯貝博満は1969年4月19日生まれ、熊本県下益城郡小川町の出身です。サッカーを始めたのは9歳の頃で、持って生まれた才能とでも言うのか、ボールを蹴り始めてからわずか3日でリフティング100回を達成します。そんな磯貝に天才という呼び名がついて回るようになるのは、1981年の小6で参加した全日本少年サッカー大会のことでした。すでに地元熊本及び九州地区ではその名が知られた存在でしたが、この大会の活躍が磯貝のパブリックイメージを決定づけます。とんでもないセンスの持ち主だと当時を知る永井秀樹は言っています。マラドーナがどんなに天才だったと言っても少年時代の磯貝さんにはかなわない。1985年、磯貝は地元の中学を卒業後、高校サッカー界最強と称されていた帝京高校に入学を果たします。背番号は10、しかも1年生からです。当時のチームメイト本田康人は言っています。ボールを持ったら誰にも取られなかったですし、あまりにもスケールが大きくて化け物でした。ちなみに磯貝は12歳の時に帝京からスカウトされています。12歳、小6の時ですが、コルマ監督は熊本まで直々出向いて磯貝にこう伝えています。将来はぜひともうちに来てくれと。ただその有り余る期待も虚しく、高校3年間で磯貝は日本一を達成することができませんでした。最後のチャンスとなった3年時の全国高校サッカー選手権も、準々決勝で東海第一相手に PK 戦で涙を飲みます。この PK 戦、最終キッカーとなったのは磯貝でした。一部では故意に外したのではと囁かれましたが、当の本人はこんな考えを抱いていたそうです。どうせ負けるなら俺で終わらせた方がいいのかなと。そうしないと翌日の新聞の一面も向こうに行っちゃうしね。まあ怒られるかもしれないけど、そんなことを考えながらうやむやに蹴ったというのが本当のところ。高校生らしく涙を流せばよかったのかもしれないけど、そういう心境じゃなかったんだろうね。すでにアンダー20の日本代表にも選ばれていた磯貝は、不遜と言ったら失礼か、一人先を見据えていました。海外でプレーをしてみたいと。1988年、磯貝は東海大学に進学します。この時点でできることならばすぐにでも海外に飛びたい磯貝でしたが、高校時代に負った膝の怪我もあり、今一度鍛え直してからと自らを戒めた結果、進学を選択します。当時のチームメイトである元日本代表の沢登正明は言っています。一言で言うと天才、冗談抜きで中田英寿や小野伸二以上のものを持っていた。それから翌年、東海大で日本一の栄冠を手にした磯貝は大学を休学し、単身スペインに渡ります。行き先はバルセロナ。憧れのクライフが指揮するバルサをぜひこの目で確かめたくなったのです。ただ時はまだ J リーグが誕生する前の89年。行っては見たものの、日本人の若者を受け入れてくれるクラブなどありません。それでも最先端のサッカーを間近で見ることは磯貝にとって刺激的でした。かのクライフ率いる斬新なバルサのスタイルは、日本人がイメージしているサッカーとは全く異なるものであり、改めて磯貝はサッカーの奥深さを知ることになります。磯貝は言っています。当時は漠然と将来は海外でやるんだろうというイメージで、毎日夜中まで起きて朝方から活動するように一人ヨーロッパ時間で生きていた。ちなみにこれは余談となりますが、バルセロナから帰国後、磯貝はなぜかライカルートを真似てドレッドヘアにしています。この長めのドレッドヘアに憧れ、今でも名残を残すのがサッカー経験者で芸人の又吉直樹さんです。1991年、大学に復帰した磯貝は在学中であるにもかかわらず、キリンカップの日本代表に選出されます。その流れからトヨタカップに出場するため、来日していた AC ミランの練習相手を務めることになった磯貝。
そのスキルは名だたるスターたちも驚かせ、かのバレージがもう少し若ければイタリアに連れて帰りたかったと言わしめるほどでした。1992年、磯貝は大学を中退し、 J リーグに加盟が決まったガンバ大阪に入団を果たします。それは J リーグが開幕する前年のことで、なんとオファーは参戦する全10チームからあったそうですが、ガンバ監督釜本邦茂の熱い誘いに心を動かされます。磯貝は振り返ります。レジェンド釜本邦茂から口説かれたら断れないでしょう。ただ悲劇とも言うべきか、開幕前のカップ戦において磯貝は木村和志との競り合いから人体に大怪我を負ってしまいます。これで J リーグの開幕には間に合わなくなった磯貝、当時のいたたまれぬ心境について磯貝はこう語っています。柱谷哲司さんのような選手にガツンと当たられて怪我をしたなら納得もするけど、よりによって木村和志さんとの競り合いで怪我をするとはね。最悪だったのは足首にボトルを埋め込まなければならないことでした。帝京時代にホットラインを形成し、名古屋グランパスでも活躍した森山康幸は言っています。プロでいろんな選手とやったけど、どうぞシュートを打ってくださいという一番優しいボールをくれたのは磯貝だった。なんだろう、足首に人工靭帯を入れてそれまでのボールタッチができなくなったんじゃないかな。すごく繊細な選手だったからね。 J リーグ元年、開幕から1ヶ月遅れて復帰した磯貝はピッチ上で手術前とは違う感覚に苦しめられます。何かが違うと。ただそこは腐っても天才、シジマールの731分連続無失点記録を予告ゴールで破り、フリーキックでも日本人離れした軌道で観衆を沸かせます。また J リーグ元年に日本人選手が決めた5本の直接フリーキックのうち2本は磯貝が決めたものでした。その鮮やかなフリーキックの技術はかの名手ジーコも褒めたたえています。さらに周囲をうならせたのが特別なセンスを感じさせたスルーパスでした。かつては生粋のドリブラーであった磯貝ですが、高校時代の伝統とも言うべきダイレクトで叩くプレーによる影響と将軍プラティニに対する憧れから出し手側にスタイルを変えています。1994年の J リーグ2シーズン目、磯貝は不振にあえぐガンバにおいてキャプテンを託されます。ただ天才的な技巧をあまたに披露する一方、そのプレーにはムラがあり、運動量も多くないことから評価は分かれることに。サポーターは言います、走れ磯貝と。1995シーズン、チームの低迷ぶりとは裏腹にキャリアハイとなる13ゴールを挙げた磯貝はラモス・ルイに自ら代表10番の後継者に指名され、その年のインターコンチネンタル選手権に出場を果たします。相手は強豪アルゼンチン。しかし最悪な出来だったと自身が語るように、強豪相手に何の痕跡も残すことができず、解説者から磯貝くんクラスで天才と言われてるようではと皮肉を言われる有様でした。磯貝この時26歳、歯車が狂い始めます。勝てないクラブ、負けても笑っているチームメイト、かつて描いた自身のサッカー感とのギャップに一人苦しめられていた磯貝は1997年、ガンバを飛び出し浦和レッズに移籍します。その新天地で磯貝は10歳年下の小野伸二と出会うことになります。この新旧2人の天才、一緒のピッチに立つことはありませんでしたが、練習中こんな一コマがあったそうです。伸二について覚えてるのは、彼が入ってきた頃サイドでボールを受けると切り返してシンプルにセンタリングを上げたんだ。そのプレーを私はスタンドから見ていて、ハーフタイムに伸二に言ったんだ。おじいちゃんじゃないんだから、あそこは勝負をした方がいいんじゃないかと。シンジほどの技術があってまだ18歳なんだから、ドリブルで抜いていく姿勢を見せてほしかった。小野と磯貝、才能という点では大きな隔たりはなかったように思うのですが、違いがあったとすれば世界を意識し得る距離に差があったのかなと。まあ今となっては何もかもがたらればなのですが、磯貝が早すぎる引退を決断したのは1997年11月、日本が初めてワールドカップ出場を決めた日のことでした。磯貝は悟ります。俺の役目は終わったんだと。そのあまりにあっけない幕切れに、どこか拍子抜けした記憶が残っていますが、やるせなさとでも言うのでしょうか、磯貝の巨大な才能がうまく時代にフィットしていたらどうなっていたのか、私個人は時折考える次第です。1998年、
29歳で正式にユニフォームを脱ぐことを決めた磯貝は、以後波乱万丈な人生を歩んでいくこととなります。手始めはプロゴルファー。驚くべき一発合格で注目を集めましたが、長続きはせず、その後定職に就くこともなく、知人宅などを転々とする日々に。その後東京と大阪を行き来しながら大工や塗装業などの日雇い仕事をこなし、馴染みの飲み屋で焼き鳥を焼いていたことも。また40代に入った頃には体重が130キロを超え、その様変わりした姿は周囲を驚かせます。そんな磯貝、現在はサッカーに恩返ししたらどうかという恩師の言葉を胸に、不定期ではあるにせよ少年たちにサッカーを教えているそうです。磯貝は言っています。周りは僕のことを天才とか言ってくれたけど、それは少年の頃だけ。別に悲運だとかも思っていない。皆さんの期待を裏切ってしまったかもしれないけど、サッカー人生に悔いはない。どうだったでしょうか。磯貝が引退してからちょうど25年、日本はワールドカップの常連国となり、先のカタールワールドカップではドイツ及びスペインも撃破。海外でプレーする選手も増え、日本人の力量も確実に上がってきていると認知される中、磯貝は現代のサッカーシーンについてこんな意見を述べています。自分がいた当時の J リーグはまだ本当のプロのリーグではなかったと思う。夢の続きというか、遊びの続きというか。でも今の選手たちはもう完全にプロ、職業としてやっているよね。そこはもう自分たちの現役時代との決定的な違いだと思う。そして今の日本は本当に上手い選手が増えたなと。久保建英くんなんかもまさにそう。ボールの止め方、止める場所、まさに世界基準のプレーだと思うし、そういう選手が日本にも増えていることは素晴らしいことだと思う。今週はまだ日本がワールドカップに到達していなかった時代に彗星のごとく現れ、時代があまりにも早すぎたのか、自らその才能を放棄してしまった未完の天才、磯貝博満の半生を追いかけてみました。ではまた。